三重松阪マラソンはスポーツと連動した新しいタイプのイベントで市民の一体感を作るとともに松阪の PR を目的に県内唯一のフルマラソンとして当初、2020年12月の開催を予定していましたが新型コロナウイルスの影響で2年連続の延期となっていました。フルマラソンンでは松松城跡やや文文化化財センターなど松坂の歴史や文化 自然を感じられるコースが設定されていて実行委員会ではコース内でプロジェクションマッピングを投影するなど今年12月の初開催に向け様々なアイディアで松坂らしいおもてなしをと準備を進めていますラーナーの方は給水と給食というのがそれぞれエイドで提供されることになると思います当然この松坂肉と給食 を提供するということも、まあ、コロナ禍ではありますので、えー、そこのあたりの今後の動向も考えつつ、えーまあ、検討していきたいと我々思ってます三重松阪マラソンは今年12月18日に開催される予定でフルマラソンのほか2.9キロと10キロのファンランや応援ウォークが設定されていて今日から一般枠のエントリーが始まっています。